のトカゲなんじゃないのか。だから諦めろと言ったんだ。知性、サラマンダーを落ち着かせて。先生、面倒くさいからああしてたけど、これがいつもの僕の姿だ。無事だな。先達の忠告が大事なのが分かったな。気をつけなさい。彼らの機嫌を損ねたらどうなるか見ただろう。魔法使いでも食われた奴は5万といる。分に適性があると思えた人は手を挙げて。挙手した者以外はやめておいた方がいい。理由は理解したね。魔法の怖さも分かったところで、今日の授業は終わり。もっと学んでみたいという者は